プラザ FM が2016年4月17日まで入居していたデザインプラザ豊富プラザ FM は山口県豊富市を主な放送区域とするコミュニティ放送局である。愛称は FM はしょい。豊富市に本社のあるオームラインが筆頭株主で2004年12月12日開局。送信周波数76.7メガヘルツ出力17。 ワット送信所は、豊富市向島の金山中腹に設置。演奏所は、プラザ FM の本社と同じデザインプラザにスタジオを設置した。開局当初は、すべてが自社制作番組であった。2009年1月より、放送時間の一部に J-Wave の再送信を開始。2012年10月より、ミュージックバードコミュニティ放送向け制作番組の放送に変更した。 また、地域防災の役割を担うため、2012年4月より24時間、放送に切り替えた。2015年4月1日、自社制作番組を大幅に追加した。2015年6月1日、送信周波数を77、3MHz に変更、出力を 20W に増強。送信書を、豊富市向島287のに2に転した。 2016年4月15日午後9時をもって、豊富市八王子二の八の9デザインプラザ豊富のスタジオ仕様を終了。本社及び演奏所設備移転のため、4月18日午前7時まで放送休止。2016年4月18日、本社を豊富市境町1丁目後の一ルルサス豊富1階に移転。演奏所も同所に移転。豊富市と協定を結んでおり、 災害対策本部が立ち上がると、通常の番組を休止し、災害の対応放送になる。豊富市の防災行政無線と連動しており、防災行政無線の放送を割り込み放送で、放送するまた、国土交通省山口河川国道事務所と提携しており、割り込み放送をすることができる2009年1月より、一部時間帯で JWAVE の再送信を実施。 その後2012年10月より、ミュージックバードの放送へ切り替え24時間放送に対応している。開局当時は76.7メガヘルツという、この周波数しか空きがなく、しかも同じ周波数を海を挟んで対岸にある先発局の福岡県、築城軍築城町のスターコーン FM が使用していた。開局時にスターコーン FM への干渉影響が考慮され、 出力制限や送信に指向性をつけるという制限をがあったが、この豊富地域にコミュニティ FM は必要との開業メンバーの熱い思いで不利な状況を承知で何とか開局にこぎつけた。しかし、当初の懸念通り、スターコ校に FM が豊富市との間に障害物がなく会場電波があり、また、前述の通り標高の低いところでの送信ということもあり、 海沿いや沢川周辺地域では、渾身を起こしたり、電波が弱く聞こえない地域が多くなり、また離島の野島は、送信所の反対側になり、送信範囲外となってしまった。防府市との防災協定や防災ラジオの運用を、するようになると、防府市全域で聞こえる必要があり、以前より中継所の増設なども検討されたが、総務省と協議を重ね FM、 斜ミの閉局により空いていた 773MHz が使用可能となった。それと同時に送信エリアを拡張するため送信所を豊富市の向島の金山山頂に移設可能となり出力制限も必要なくなったため出力を 20W へ増強した。2015年4月1日から5月31日 773MHz で試験放送を行った。 2015年5月31日12時に 76.7MHz での放送を終了。2015年6月1日、7時に 773MHz の本放送を開始した。周波数変更と送信書の移設に伴い、課長範囲が、豊富市のほぼ全域に拡大。離島の野島や海岸沿いの地域にも届くようになる。さらに、山口市の一部、 宇部市の一部、周南市の一部と、かなりの広範囲に広がった。特に、山口県東部では、下松市の笠戸島や上野関町など、瀬戸内海沿いの諸島、海岸沿いでは良好な受診の報告が多数、番組宛てに寄せられている。月曜く金曜月曜火曜水曜木曜金曜、土曜日曜パーソナリティが変更の場合は含まない。男性女性ミキサー。 ありがとうございます。